どうもすみません宝塚記念の結果分析です1着ミッキーロケット2着ワーザー3着ノーブルマーズでした大外れでしたミッキーロケットは和田機種が17年ぶりの G1 制覇ということでゴールした瞬間涙を流してそしてずっと和田騎手にチャンスを与え続けてきた野田水木オーナーを含めた関係者の皆さんもそういったような感動のレースにはなったと思いますね ででもやっぱりですね、それは偏った見方をして本当に狭い視点で見た感じだと手放しに喜べることなんですけれども僕はですねこの動画を作ってるっていうのは一番精度の高い競馬誌を作るっていう意味も込めて作ってますんでそういった意味ではシビアな現実のことも喋っていかなきゃいけないんですよね。でもでもさすすがにね。 ミッキーロケット和田騎手が勝った当日もしくは次の日あたりですねその辺なんかは、まあ、やっぱりその祝福モードになっていてほしいなっていうような気持ちもありますし僕はわざわざその和田騎手や関係者の皆さんのところに行ってこう,こうだよっていうことを言うっていうのはまずおかしいんでその辺は空気は読まなきゃいけないところであって、まあ、そういった意味で今からシビアなことは言うんですけれども。 和田騎手のファンだとかそういったような人たちに関しては聞いたら気分が悪いこと出てくると思うんですけれども僕もある程度空気は読みますし和田騎手のファンだとかその辺の取り巻きの人たちに関してもその辺は空気を読んで現実ということを現実も見るということもしてほしいなっていうふうに思いますねで まあその人主体ですね和田騎手を中心とした人主体として見るとそういったような感動っていうのは分かります。ですが馬主体で見るとミッキー・ロケットという馬に乗ってきた中で神戸新聞杯で里のダイヤモンドの2着をした時あの時にこのミッキー・ロケットっていう馬は能力の高い馬だ期待できるっていうふうになってそれ以降ですね 12戦、12戦してまして、その中で10戦しか私は能力を引き出してあげれなかったんですよね。要するに、かなり確率の低い形でしかミッキーロケットを構想さすことができなかったっていうところがあって、まずはミッキーロケットですね、馬を褒めなきゃいけないと思いますね。その10戦、12戦って言いますけれども、そこまで、 長く走れる馬、順調に来れる馬っていうのはなかなかいないんですよね。ですから、早い段階で3戦とか5戦で馬が故障したりだとか、どっか調子を崩して馬体的なバランスが崩れて、能力を引き出せない、素質が生きないっていう感じになってた可能性もあったわけであって、そういった中で、あれ以降12戦走ってきたということは、ミッキーロケット本当に素晴らしいですし、和田騎手の こうういったような好奇情とまではいかないですけれども今回の馬場今回のレースの流れ相手関係の中で勝てる競馬ができるタイミングまでミッキーロケットが走ってきたということ能力をそんなに落とさなかったということが一番すごいんであってやっぱりこのミッキーロケットっていう馬は和田騎手やミッキーロケットの関係者の皆さんのために頑張った馬ということで素晴らしい馬だなっていうふうに思いますね。 で、まあ、今回、こういうような形になったからといって、僕は急に言い出したことではなくて、僕の動画を見てくださっている方はずっと、ミッキー・ロケットについては、馬がかわいそうだ、馬はもっと能力があるのに、っていうふうに言い続けてきたっていうことはわかると思いますね。それは動画を見ていた方なら聞いてきたと思いますし、ミッキー・ロケットはもし、ルメール騎手あたりがずっと乗ってきた場合だと、あと、 2億円前後ぐらいは多分稼いでたと思いますね。それぐらいの馬なんですけれども、そういった中でも和田騎手に乗せ続けたっていうのは、野田ずきオーナーもですね、そういうふうに、やっぱり価値のある和田騎手のために貢いだっていう形に近いんですけれども、まあそういうふうに応援した、バックアップしたっていうことがあって、それがオーナーとの 機種ととののの関係中中でででここういうういパターンも競馬の中ではあるっていうことですね、まあ、実際に野田瑞生さんが騎手を見る目があるかどうかとかそういったようなことは分からないんですけれどもですから単純に和田が一番うまいと思って乗せ続けてたかもしれないですしその辺については分からないんですけれどもでも実際現実としてミッキーロケットはもっと何億円か稼げたそういったような馬だったっていうことですね。 でもそんな風なざっくりとした説明ばかりだと納得いかない人いると思いますんで、一つのレースを挙げて、誰にでもわかりやすいように細かく説明します。北三ブラックが勝った大阪杯の時、その時ミッキーロケット内枠を引いてまして、2着に来たステファノスの方は外枠だったんですよね。で、スタート直後にですね、ステファノスの川田騎士は押して押してポジションを取りに行って、その結果、 行為の内立ち沿いを取れてたんですよねでミッキーロケットは内枠だったんで、ミッキーロケットが押して押していってれば、あのステファノスのポジションを取れてて、そのポジションをミッキーロケットが取れてたら、ステファノスは構想できてたかどうかわからないっていうような、そういったような競馬だったんですよね。ですから、スタート直後のそこのポジションを取りに行くかどうかっていうところで明暗が分かれたレースでもあって、あの時のミッキーロケットは、 今よりも切れる足を使えたかもしれないぐらいの仕上がりでもしかしたら北三ブラックを任かせた可能性もなくはないぐらい、まあ、もちろん北三ブラックも強かったですし武豊騎氏が完璧に乗ってましたんで北三ブラックが勝ったかもしれないんですけれどもでも勝ち負けできるレベルにあったのがミッキーロケットっていう中でそういった中で力を出し切れないようなレースそういったような戦法を取ってしまったっていうところがあって。 そういったようなものもあったということですね。とにかく単純にレースにおいての気持ち一つ、戦法一つでどうにかなったレースもあったということですね。まあ、基本的には三キロケットはずぶくて追わせるところがありますので、そういった意味で技術面で動かせないレースが多かった感じではあるんですけれども、そういったような大阪杯みたいなレースもあったということですね。で、今回の宝塚記念、レース全体について戻るんですけれども、 まず誤算だったのはですね、馬場が良すぎましたね。まあ、土曜日の感じのままで行ってくれればよかったんですけれども、土曜日の競馬が終わった後に多分、掘れた部分に土か砂を入れて固めてっていうような形だと思いますね。まあ、これは僕の動画を見てくださっている方がそういうふうにしてるよっていうふうに教えてくださって分かったことなんですけれども、多分そこの掘れた部分のところに砂か土を入れて固めて、もしかしたら、 内拉致沿い全体ローラーかけてた可能性があってこの日の競馬条件戦なんか見てても前残りや内目の方を通った馬たちが有利っていうような競馬が多くてまああんまりいい馬場とは言えないですね g 1をやるような馬場ではなかったんですけれども、まあ、その中で結局は内立沿いを通れたミッキーロケットノーブルマーズこの辺が構想した形で外から追い込んできたのはワーザーだけっていうような感じですね。 ですから、普通に土曜日の流れで、ある程度内が荒れてるような競馬で、自力勝負になりやすい馬場だった場合だと、わざが勝ってただろうなっていうような競馬ですね。この宝塚記念ですね、この時期の阪神2200メートルいうのはタフな馬場になりやすい、荒れやすい傾向に、馬場が荒れやすい傾向にあって、それで、その結果として自力勝負になりやすいレースということで、現存するコバ G1 の舞台の中で、 一番期待できる自力勝負しびれるような G1 というレースが期待できる舞台ではあったんですけれどもそれが今年はそういったような馬場にならなかったということが残念だなっていうふうに思いますねでもそういった中でも道中ペースが流れてましたし絶望的な馬場というわけでもなかったので今回のレース展開を考えると1頭でも抜けて強い馬がいればなんとか自力勝負に持ち込めた可能性があったんですよねでその 自力勝負に持ち込めた可能性があったのが里のダイヤモンドだったんですけれどもその里のダイヤモンドが出来が良くなかったということで直線失速ですね。艦長の時の里のダイヤモンドだったらあの形でベストの騎場ですしルメール騎シは強い馬に乗ってる時の G1 での強い馬での乗り方をした中でそういった中で里のダイヤモンドが強くはなかったっていうような結果ですね。 レース展開的に確かにサイモン・ラムセスが後続に足を使わすようなそういったような早めのスパートをしたっていうのはあったんですけれどもでも里のダイヤモンドはここのメンバーでは頭1つか2つ抜けてる馬でしたんで艦長でしたらあの形で勝ってましたで結果として里のダイヤモンドがもし勝つような競馬になった場合だとうちら城にいたメッキー・ロケットはちょっと仕掛け遅れですねワンテンポ仕掛け遅れでしたんで 外からプレッシャーかけられてミッキーロケットは伸びあぐねて3着以下に沈んだだろうなっていうような感じの競馬でしたんでミッキーロケットが勝ち切れたことに関しても里のダイモンドが強くはなかったっていうことが要因の一つかなっていうような感じですね続いてレース全体の展開についてはまずサイモン・ラムセスはスタート直後波に立ったんですけれども外から立つ攻撃が ポジションを取ろうととした感じだと思いますねそれで立つ攻撃が来た分サイモン・ラムセスは仕掛けるっていうような形になってあそこ最初のところをもうちょっとすんなりとっていうような感じになってればもう少し楽な競馬ができてっていうような感じになったと思いますね。で 1,000m の通過が59秒4雨を含んだ弥生もということを考えると早いかなっていうような感じがありますし。 2000m の通過も1分59秒1、まあ、全体的にペースが流れたなっていうような感じですねでうちの方が荒れてる場合だとこれだけペースが流れるとうちの方にいる馬たち苦しくなりがちなんですけれども今回に関してはとにかく馬場が良かったということでその分うちらし沿いに近いところを通れた馬たちで足を貯めれた馬たちが断然有利っていうような展開にはなったかなっていうような感じですねで後方から追い込んできた ワォザーに関してもコーナーから早めに仕掛けたというわけではなくて後方で足を溜めてそれで良きタイミングに勢いつけて回ったっていうような感じですんで乗り方としてもロスも少なくはまったような感じの乗り方でもあってボーマン騎手がうまく乗ったっていう部分はあったかなっていうような感じですねあれがまた徐々に外を回って進出するみたいな形の乗り方になった場合だと伸びあぐねた可能性が高いと思いますね。 それではうちの方から1頭ずついきますステファノススステファノスはですねやっぱり衰えはあると思いますね筋肉の質が落ちてますし体全体に躍動感がないというところがあって馬の形としては整ってはいるんですけれどもでも以前のようなパンチはないかなっていうような感じですねでもともと自力があった馬なんである程度形はつけたんですけれども、まあ、今回に関しては道中うちらち沿いですね 中段よりも後ろ辺りの内拉沿いで足を貯めることができてそれでスムーズに進路が取れたっていうことは大きかったかなっていうような感じで以前のステファノスだったらもうちょっといい足を使えたかなっていうような感じはありますね。ノーブルマーズノーブルマーズは3着と大健闘ですねその理由としてはやっぱりこういう湿り気味のババの中でババがよくて内拉沿いを通れたっていうことが大きかったかなっていうような感じですね。 直線も打ち好きっていうようよな形ですねでもこの馬ですね馬体なんか見てても横の比較でステファノスと見てもノーブルマーズの方がよく見えるぐらいでそれぐらいこのまま自力能力はあるかなっていうような感じでそういった中で瞬発力が足りなかったりだとかあとは馬場が荒れて本当の自力勝負になった場合だとここでは足りないかなっていうような感じはあるんですけれどもでも今回の馬場で。 今回の戦ですね当時ペースが流れるような中でロスなく立ち回れた場合だとこのノーブル・マーズの競馬に関してはそんなにはフロックではないかなっていうふうに思いますし高倉騎手も若手騎手の中でも過小評価されている優秀な騎手ですしこのコンビとしてはいい競馬ができたなっていうような感じですね里のダイヤモンド里のダイヤモンドはパドックで馬体を見た時点でこれは厳しいだろうなっていうような感じがありました まあでもこういうような自力のある馬っていうのは競馬に行って自力の違いで走ってくる時もありますんでそういったところには期待しながら見てたっていうような感じですね。単純に馬体を見るとですねお尻がでかすぎるっていうことがまず第一にあってお尻がでかいと長く足を使えなかったりだとかあとは瞬発力っていうところであまりいいところが出ないっていうような感じがありますし足の筋肉の質もちょっと落ちてますね。硬いような感じで、 歩き方なんか見ていれば分かりますけれども足の出方が足の出方が硬いぎこちないっていうようなところがあってもっと躍動感のある形で歩けるような感じではあったんですけれども特にこの里のダイヤモンドっていう馬はですねパドックでの歩き方の中で後ろ足をですねちょこちょ,ちょこちょこに近いような感じですねそういったような歩き方をするようなところがあってその分レースに行ってバネがあって走ってたっていうところがあってもっとその そもそもとして後ろの足の動きが大きくてスッスッと全体を使うような歩き方をする場合そういったようなタイプだと比較的全体の能力的にはそんなには落ちないんですけれども里のダイヤモンド自体が後ろ足をですねそういうちょこちょこっていうようなバネでなんとかするっていうタイプの歩き方をするタイプの馬ですんで特に今回のような歩き方になってしまうとマイナス面が大きいっていうことですね。 それでで乗り方についてはですね、サイモン・ラムセスみたいに3コーナー過ぎ、4コーナーの手前辺りから後続に足を使わすようなそういったような玉砕的なペースメイクをする馬がいる時そういった時には外を回った馬っていうのはなし崩しに足を使わされる可能性が高まるということでそういった中で里のダイヤモンドは外を回って早めに動いていったんですよね。基本的にに、ははこういうようういいいよな競馬をするとロスは大きいっていう風に あまり乗り乗方ととしては良くないっていう風に取るんで,すけれどもでも里のダイヤモンドはですねここでは抜けて強い馬でなければいけない存在であったわけであってそういった中で抜けて強い馬に乗ってる時の G1 での乗り方としては正しいんですよね。でレース展開的にも前半ある程度ペースが流れてましたしサイモン・ラムセス自体もそこまで後半有利にペースを上げれてたかというとそういうわけでもなかったので。 あれぐらい大胆に里のダイヤモンドが動いたということに関しては、ルメールク氏もレベルの高いジョッキーで、ただ雑な乗り方をしてるわけでもないんで、乗り方としては特に問題はなかったと思います。ですが直線伸びきれなかったっていうのは、里のダイヤモンドの出来が良くなかったということで、単純に里のダイヤモンドが強くはなかったっていうような競馬ですね。まあいろいろと、まあとにかくその、サイモン・ラムセスの競馬の仕方だとか、あとは馬場ですね。馬場的にも、 家を通った方が有利っていう中で外を回ったっていうそういったようなこともあるっちゃあるんですけれども一番いい時の里のダイヤモンドだったらあの形で楽勝してたと思いますそれぐらいの馬ですんでっていうところですねミッキーロケットミッキーロケットはですね出来は良かったですねただやっぱりですね3歳秋から4歳の春ぐらいですね それぐらいの時期の時の方がですね、もうちょっと切れ味はあったかなっていうような感じなんですけれども、でも、切れ味ということに関しては、そこまでの可能性は感じない場体ではあるんですが、今はパワーもありますし、場体全体のバランスですね、能力自体はもしかしたら今の方が上の可能性はあるかなっていうような感じですね。ですから、その分、道中、スタート直後から打ち出し通れて、ロスの少ない形でいいポジションから回ってこれて、さらに、 4コーナーの手前辺りでですねサイモン・ラムセスがペースを上げきれないような手応えが悪くなったということあとは竜攻撃も手応えが悪くなってそこの2頭2頭の間のところですねそこの部分が空いてたんですよねでそういった中で、まあ、徐々にかわそうかしとしたところで外からサトノダイヤモンドが来たんで一気に勝負をかけたっていうところですねまあそこ手応えもミキロケット自体の手応えも良かったんでスッと行けたんでしょうけれども まあ、あのタイミングでプレッシャーもなく抜け出せたっていうことがまず良かったかなっていうような感じでもし里のダイヤモンドが全盛期の時のような力があった場合だとあのタイミングでは仕掛け遅れでワンテンポ遅いんですよねで里のダイヤモンドがもし強かった場合だと外からプレッシャーかけられてちょっと伸びあぐねるっていうような窮屈な走りになってしまうっていうような形になってた可能性があったのがミッキーロケットですでも里のダイヤモンドの手応えが悪くて伸びきれなかったんで ミッキーロケットは自分の競馬ができたっていう中でもう直線半ば辺りに入ったらミッキーロケットは自分の形で走れてますんで外からワーザーが来ても勝負根性でなんとかできたっていうようなそういったような感じですねミッキーロケットはもともと並んでの勝負根性のあるしぶといタイプの馬ですんで並んでからということに関してはワーザーを力でねじ伏せたっていうような感じに近いかなっていうようなところはありますね、まあ、もちろんその通った 進路取りの差もあるっちゃあるんですけれども並んでの叩き合いということに関してはミッキーロケットの方が僕は強いと思ってますねストロングタイタンストロングタイタンも仕上がり良かったですねでスタート直後にですね3番手の内の方をつけられててあそこをキープしてればミッキーロケットと同じような進路が取れてたんですよねですが川崎氏はですね抜けて強い馬に乗ってる時も そそこそこチャンスがあるような今回のようなストロングタイタンの立ち位置にいるような馬に乗ってる時でも慎重に外に出す傾向があるんですよね1等分2等分でも外に出すっていうような傾向があってそれで今回ストロングタイタンを外に出した分ですねまともに正攻法の競馬をしてしまったかなっていうような感じですねですからもしストロングタイタンが3番手の内を譲らなかったらミッキーロケットの進路は開かなかったですし ストロングタイタン自体ももう少しいい競馬をできたと思いますね、まあ。ストロングタイタンであのポジションから勝てたかというと、その可能性は低いとは思うんですけれども、というか、た多分ワわざには負けたと思うんですけれども、でも、ミッキー・ロケットの勝敗ですね、そこの明暗を分けたのはストロングタイタンの進路取りっていうところですね、川田記者が外に出してしまったっていうところがまずあるかなっていうふうに思いますね。で、まあ、この馬自体はですね、 まあ距離的には2200はギリギリかなっていうような感じはあるんですけれども、まあ、でもこなせる範疇かなっていう中で結局はまともな競馬をして外のダイヤモンドに外からプレッシャーをかけられて苦しくなったっていうところもあるかなっていうような感じですし力関係を考えるとごまかすようなロスの少ない競馬をした方が良かったかなっていうような感じはありますね、まあ、でも基本的に相手は強かったんでちょっとここではまだ力が足りないかなっていうような感じはありますね アルバート。アルバートも脚力をちて、能力が落ちてしまったなっていうような感じですね。年齢的なものだと思いますしまあ、今回ぐらいペースがある程度流れてくれてっていうような感じだと、この馬だったらそこそこいい競馬できてた可能性はあったんですけれども、今はそんなような力がないっていうようなところですね。パフォーマープロミス。パフォーマープロミスはもうちょっといいポジションから競馬ができてれば、 今回のババアですねロスなく立ち回れた馬が有利な馬場っていうところを生かして構想できてた可能性はあったんですけれども、まあ、でもそういうベストの騎乗ができたとしてもちょっと相手が強かったかなっていうような感じがありますねまあそれは馬体面から横の比較で見てもパンチが足りないですし躍動感馬体全体の能力的な部分での差はあるかなっていうような感じですね。でも,うもうちょっと構想でできた中で 道中中段よりも後ろの方になって直線を向いた時には後方からですね、まあ、でも外には出せてましたんで力のある馬だったらもうちょっといい足を使えたかなっていう中でこの馬としてはやっぱりちょっと今回は相手が強かったなっていうような感じで過大評価されてた過剰人気したっていうような馬ではありますねダンビライトダンビライトはですね 追い切りあんまりよく見えなかったんですけれどもパドックの馬体に関しては思ってたよりもよくは見えましたでこの馬に関してももうちょっといいポジションから競馬ができていればっていうような感じですね、まあ、今回はノーブルマーズあたりも構想できたようにダンビライトはちょっとここは相手が強いにしてももうちょっと立ち回り次第で構想できたかなっていうような感じはあるんでそういった中でちょっともったいない感じにはなったかなっていうふうに思いますね、まあ、でもまあ 中段あたりの馬群の中で足を溜めながら回ってこれましたし、レース展開の中でも足がたまるような乗り方はできましたんで、この馬としては、この馬なりの競馬はしたかなっていうような感じですね。ですから、あとはポジション取りで少しはなんとかなったんでしょうけれども、でも勝てたかというと、そこまでの力はないなっていうような感じですね。里のクラウン、里のクラウンはですね、馬体全体の雰囲気からすると、やっぱりここでは、 上位の馬にはなるかなっていうふうに思うんですけれども細かいところを見るとちょっと足の筋肉が硬く見えるというかちょっとでか歩き方の足の出方なんかも少し硬いかなっていうような感じに見えましたでも力のいる馬場を走るということに関してはそこまで気にする必要がないかなっていうような感じで例えばヨーロッパの方の馬場を走るんだったらこれでも全然問題ないかなっていうような感じで。 そういった中で今回の日本の馬場での弥生もですね、確かに多少,多少はパワーがいるかなというような感じではあるんですけれども、まあ、でもどちらかというと軽い方に寄っているような馬場ではありましたんで、そういった意味で、里のクラウンとしてはそんなには有利に働くような馬場でもなかったかなというような感じですね。それでポジション取りに関しては、ですね後方からになったんですけれども、 そんなにロスの大きな競馬をしたわけでもないんで、もうちょっといい競馬をしてほしかったなというようなところはあるんですが、ただやっぱり気難しいところがあったりだとか、簡単な馬ではないので、今回は石橋周騎手とあんまり手が合わなかったというところもあると思いますね。ルメール騎手あたりが乗ったら、また反応とかも違ったでしょうし、まあ、そういったことに関してはやっぱり騎手との相性というものはありますのでというような感じですね。まあ、ここの中中ででやっぱり単純にに馬を選ぶとしたらら上位5等ぐらいいは入るかなっていう中で ただ仕上がりとしてどうかなっていう中での微妙な感じではあったかなっていうような感じですね。まあでも右回りとか力のいる馬場とか特にヨーロッパの方の馬場合う馬ですしこの馬に関してはやっぱりもっと活躍できる馬かなっていう感じですね。まあでもなかなかその構想条件が揃わないとっていうようなレース前の時点で主者ですねトリステが難しいタイプの馬ではあるかなっていうような感じですね。ビブロス ビブロスは仕上がり良かったですね。道中引っかかったらしいんでそれがなければもうちょっといいいけばできた可能性があると思いますねただ単純な横の比較で馬体を見ると瞬発力パンチという部分でちょっとだけ劣るかなっていうのとあとは能力ですねもっとタフな馬場でタフな自力勝負になった場合でとちょっとだけ劣るかなっていうところがあってまあそれは頻馬なんでしょうがないかなっていうような感じはありますねでも今回の馬場やレース展開を考えると、 もっと内裏ロに近いところで足を溜めて一瞬でかわすような競馬をできた場合その場合だと十分チャンスありましたんでそういった意味でも外枠ですねもうちょっと内枠を引けていればっていうような感じはありましたねでもそういった中でも背面外に出したとはいえそこまでロスの大きな競馬をしたわけでもないのであの辺に関しては正攻法の追い込む競馬をした中でちょっと力が足りなかった部分もあるかなというような感じはありますね、まあ、でもこうういったような コーナーからペースが流れやすいコースで一瞬の足を生かすっていうようなそういったような競馬がしやすいようなコースは条件としては合うと思いますね。サイモン・ラムセス。サイモン・ラムセスは仕上がりとしては良かったと思うんですが、やっぱりスタート直後のところで、達合撃が来た時に仕掛けなきゃいけなかったっていうところ、あとは道中のペースなんかもちょっと早めになりすぎたっていうところですね。それは苦しかったかなっていうような感じがありますね。このままで前半1000メートル59秒4はちょっと 早いいかななううような感じがあります、ね、その辺まずせめて前半 1000m だけでも1分05から1分1秒ぐらいで回れてたら後半有利に競馬を進められた可能性はあったかなというような感じですね、まあ、ちょっとまともな競馬になった中で相当強くないとはあのペースであの逃げで粘り切るということは難しいかなというような競馬ではありましてね。竜攻撃 はは超けを一度叩いてて確実に良くはなってました、ねまあでもまだメリハリの効いた感じが足りなかったりちょっとここも相手が強かったんでっていうような感じですね。わざわざはマイナス27キロで元々のワのザーを知ってればある程度どう捉えればいいか分かりやすいんですけれども元々のワのザーを知らないんで。 やっぱり少しは気になるっちゃ気になる馬体弦ではあったかなっていうような感じですね。まあでも単純に馬体を見た感じだと馬は良かったですし馬体的なバランスも良くてやっぱりこの馬いい馬だなっていうような感じがありましたね。でも他の今後,今後また技を見れる機会がないとなかなか今回の出来がベストだったかどうかに関してはちょっと分からないところがありますね。まあでも確実にいい仕上がりではあったのでそういった中で 後方で足をためて腹をくくった乗り方で一番いいタイミングで勢いをつけて回れたボーマン騎手の好騎乗もあって最高の競馬ができたんじゃないかなというふうに思いますね。でこのままコーナーから結構器用なところがありますんでそういった意味でも自在に動けるそういったような強みも出たかなというような感じでまあさすがに日本の場は日本の競馬でのスピード競馬っていうところもありましたんでそういった意味で多少ずぶさは見せたんですけどもでも問題ない範疇で、まあ、このまの 底力が見えたレースででもあったかなないうようよ感じですねスマートレイヤースマートレイヤーは一番いい時と比べると躍動感とかそういったことに関しては多少衰えてるんですけれどもでも天皇賞春の時と比べて確実によくはなってましたねですからそういった中でちゃんとですねこのもの本質を考えて乗ってほしかったなっていうようなところがあって。 元々この馬はですね武豊騎士が最高峰に近いところから直線勝負にこだわってたんですよね。それはやっぱり武豊騎士が馬の本質を見抜いてそういう乗り方をしてたわけであってその後逃げたりだとか、まあ、同じ極端な戦法という意味では逃げたりもいいんですけれども先行するような競馬である程度競馬ができるようになってきてその分 スマートレイヤーでどう乗ったらいいかっていうところを陣営で捉えきれてなかったっていうようなレースが今回ですねああいう風に中途半端な形で後位からポジションを取ってしまうとこの間の良さが出ないんですよね中途半端な感じで素足の切れも鈍りますしこのメンバー相手でやるような乗り方ではないんですよねですから今回に関しては最後方から競馬をして直線勝負っていうような競馬をしてれば全然違ってたと思いますし このま結構パワーありますんで、ボバ相手でもある程度やれると思いますし、こういった条件が揃った中でそういうような警防をしなかったっていうのはもったいなかったかなっていうような感じですね。まああんまり元々器用なタイプではないので、ああいう風に早めっ手応えが悪くなったり、スッといけないっていうのは、この馬の特徴でもありますんで、分かりきったことだったんですけれどもっていうような感じですね。ゼービンと。ゼービンとはですね、まあ まあ,あれぐらいのポジションから競馬をしてもいいんですけれどもただ、まあ、やっぱり池添騎士と手が合わなかったっていうところですね動かしきれなかったっていうところが大きいですねもともとその気難しかったりだとかずぶかったりだとかして簡単ではないですしさらにここのメンバー強くなったというメンバーが強いということもあってなおさらそういったような手が合うかどうかっていうところが響きやすかったと思いますねで仕上がりに関してもですね前走の目黒記念の時の方が良かったかなっていうような感じで 今回も出来はいいっちゃいいんですけども、ちょっと作りすぎたかなっていうような感じでもあって、もうちょっと余裕を持って作ってもいいタイプの馬かなっていうふうに思いますね。もともと気象が激しかったりするようなところもありますんで、そういった意味でも、もうちょっと余裕のある形で作っていった方が合うようなイメージもありますね。奇跡。奇跡は思ってたよりもよく見えましたし、馬体面のスケールに関しては、 ここの中でも上位5。6等には入るかな？っていうような感じはありますね。ただやっぱりですね。まだスイッチが入りきってないというか、ピリッとした動きがパドックからできてないっていうようなところがあってまあ、その分。他の馬たちの競馬に乗っかった時に、なかなか器用に立ち回れなかったりだとか、そういったような部分がありますね。単純に大跳びというだけじゃなくてまあ、なんか動きたい時にスッと動けなかったりだとか。そういったような。 気正面の危うさがパドックからも見えるタイプの馬かなっていうような感じですね。ですからもうちょっとピリッとした感じで歩けたら、融通の効いたような競馬ができますし、当てになるような馬にはなると思いますね。まあ、素質はある馬なんで、もうちょっと長い目で見てあげてほしいなっていうふうに思いますね。以上です。吉本興業、ABCDEU 加減取う込みの東野昴と申します。失礼します。